おにぎりをピロー包装機で生産・包装している工場では簡単に新メニューができます。秋の新メニュー向けにご検討ください。この廉価なトレイに収まれば様々な商品メニューの開発ができます。ご検討ください。少し長いトレイでもフィルムピッチを変えれば OK です。お客様が喜ぶ、さまざまな売れるメニューを考えましょう。ここからは逆ピロー包装機をお持ちの場合の商品開発のご案内です。マジックカットフィルムを使う方法もあります。商品の包装や生産についてのお問い合わせは、下記の E メールまたはお電話でお問い合わせください。よろしくお願い申し上げます。